まずはまぜん。ほろ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 俺の番、俺の番。あなたが初めてくフリースタイルこのセッション、yeah. 初めてくこのセッション、セッションにマカが座ってて、俺はだんだん登ってく、上に上がってく、このスタイル右腕に時計はめてくスタイル、yeah. スタイル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 、俺いつでもバカ、トラに座ってるマカ、トムとジェリーよりも見たぜパックとビギー。アイトムとジェリー生かしてるジュエリー、何もつけてない刻まだけがマイブレキ、止めれねえキッズから遊んでるよ、聞かないよ毎日がバンジージャンプ、To the every night, to one show 最高級だぜ、もうハブロー、今夜はホーム、こんなセッションでまあゆっくりで遊んでいこう、赤い目はしていない俺ならマカ、いつでも To 赤坂、居場所を取ってるからもうハブロー、さあ当然初めてグーガー、グーガーよろしくお願いします。バンマカバンマカラ。今日はマカコラボです。よろしくお願いします。ボンボクラ。ボンボクラ。ヤーマンティ。今日レゲエ用語縛り。なるほど。皆さんワグワしてますか。ワグワしてます。僕は毎日ワグマしてます。今日はバンバクラ見ていこうと思います。わかんない。ちょっとわかんない。ワグワはね挨拶みたいな。調子どうみたいな。ハワイよみたいな感じ。お前知らないでしょ。全然知らない。ワグワしていきます。するもんじゃない。俺だからみんなと一緒だから。俺は確かに。教えていく。そうそう。こういう感じだよっていう。バンバクラはなんか、クソなんとかみたいな。もう、クソラみたいな。今日は何今日見ていくのは、レイ vs マカ。俺はまだ一回も見てないから、今日は本人を交えて見ていこうっていうくらいです。一番早いから最新情報を届け、最新じゃないか別に最新の、ね、5ヶ月前だしボンボクラスターティボンボクラスターティ全然使い方違う確かにさあそれではこの2人の対決カードのヒップホップルールのビートを聞かせてください。ダディミックスボキって知ってますか？ボキ？ボキ。流れてた音楽、どういう感じかっていうのを、はいはい、いつも言ってるんですよ。このビートはどっかで流れてそうみたいな。はいはいはい。完璧、カンポキ、ボキから来てるんですけど。それの、その、なんか、どれぐらいマッチしてるかを言い合う。ちなみに俺めっちゃボキって今、このビート。本当にこのビートは俺ディズニーランドで一回聞いたことある。でも確かに。ちなみに俺も大ポキしてるんだけど。お前のポキ。これミスター・ビンです。ミスター・ビン。どっちもなんかポキれた。ポキれた。そして、レゲエルールのサウンドを聞かせてください。ダーリ・ミックス。選べるのかな？難しいポキねー。ポキレそうっすか。これ難しい。結構難易度高いっすね。ポキねーこれ。これは俺どっちかって言ったら USJ だったな。USJ のお土産ショップ裏辺で流れてる気がする。どちらかというとテーマパーク対決だよ。テーマパーク。テーマパーク系統ではある。テーマパーク系統だね。まずはノーポキ。これ、今回ノーポキです。ノーポキでも、やっぱ、ポキれない時もあるってね。そうリアルだ。いつ始まったのかもわかんない。この文化。そうだよ。急に始まった。気づいたらやってて。始祖のポキがいるってことだよね。そうそう。多分どっちかが始祖のポキだ。そう。一回ちょっと見てこい。見て俺ら爆走しまくってるから。走りしすぎちゃった。俺今、これがモハブロック。これがレイさん。これレイさん。レイ君はあのレゲエのシーンで活躍してる。ですよね。そう、曲とかで活躍してて、でもやっぱね、DJ とそのレゲエ歌う人の中でも、うん、やっぱダントツで歌心があるというか、安定感。今のすごいアラビアンナイト感なかった？聞いた感じ。
絶対ある。よし。これもポキ。これもポキ。僕の中では。僕の中ではポキだった。今自己解決したけど。自分でボール投げて、走って自分でキャッチしてる。犬と一緒だから。犬してたよ、一人で。結構様子見の一手かなって。いかに。オスロで角を先に取らせないかっていう。あ、はいはいはい。そう、まずは派手に攻めない、派手に攻めない。うわっ、今ポキった俺。これオセロポキかもしれない。オセロポキか、これ大ポキですね。これはポキポキ言ってるから、なんかね、みんな使うようになってるな。結構みんな書いてるよ。コメント欄ポキった俺。思ったのは、やっぱこれオセロしてる。今頑張って、あの、チンザドオープネス対マカさんのバトル思い出したけど、あの時のあの、迫力はまだ出してない。うんうん。やってみたいならやってもいいけど、やった後には後悔しかないよっていうのが、レイ君の歌で、やってもないのにっていう曲で、サンプリング。をサンプリングして。だからまあ、要は、めっちゃ刺したってことですよ。とりあえずあの、軽刺し。軽刺し。軽刺し行こうかな、みたいな。うわ、サンプリングされた。うわ、そう、軽刺しをしようかな。されてるわけでしょ、今。あの一旦で、お互い、全部の角以外のマサイも先に埋めたから、こっからどう角派手に取るかっていう、なるほど。ポキ合戦が始まる。ポキ合戦が始まる。ちょっと歌じゃんね。だからやっぱ思ったよ、戦ってて思ったのが、レベルが違うというか、やってくる次元というか、ここまでやっぱ歌のクオリティ高めてバースケってくる人なんて存在すると思ってなかったから、なんか目の前にすーげーでけえ人現れたみたいな。なんか俺この後どうすればいいんだよなみたいな。これは結構じゃあ刺された。結構刺されたっすね。マジで心折れかけたというか、この後に何やっても上がんないでしょみたいな。後悔なバチバチに返してるじゃないですか。バチバチやん。ハイプしてたし。そう。結構これがあの、ラガマフィンの乗り方で足を揉上げて、足を歌うっていうのが、割とレゲエの現場だとあって。じゃあこのバトルのコメント欄に、マカがチンザドープレンスの動きを独自解釈したみたいな。あれ違うね。元からあるね。みたいな。なるほど。それはポキじゃない。皆さん。それは違いますよ。それはノーポキです。チンザの動きも取り入れたいけど、あんなできないよね。確かに。ちゃんとこうなんか普通に、もう、なんだろう、均等に乗った。均等音投げられて、あ、了解みたいな。で、乗った感じだった。確かに。ポキ。これポキ。これポキ。でもね、あの、均等音に乗ってくるがゆえに、俺は見落としちゃったとこがあって、それがちょっとこの手前でちょっとわかるんですけど、はあ、俺のバース終わりに、レイ君がワンチャっていう指示をダディミックスに出してて、それを俺は見落としてたんですよ。それが多分次で分かってくる。彼はやっぱスーパー星人になりながらも理性がちゃんとあった。なるほど。俺はスーパー星人で大猿まで行っちゃった。大猿まで行っちゃった。もう自分を見失って騒いでて。ああ、なるほど。音が抜けるんですよ。ワンチャラクってバーン、ギビリマイク。そういう技か。やっぱこのレゲエの DJ の感覚ですぐワンチャって入れてたレイ君すげえな。確かに今マジ言われないと絶対分かんなかった。うん、俺ら絶対見逃してた。見逃してた絶対。もう俺もこれはその戦ってた時は見逃してて、やっぱまあ均等なって言っちゃった。言っちゃって、うえー
そしたらもう地上ではワンチャン、なるほど、入って冷静な人がいたみたいな、理性が保ててた人と保てない人みたいな。チンさんの時も保ててなくて技術小説やってるから俺かけのどころそういうとこがあるっていう、上がっちゃう、上がっちゃう、うえみたいな。でもこれ何がすごいって、このダディミックスで一瞬で撮ってさ、対応力すごい、ね、この対応力は本当に、ね、解説チャンネルになったみたいなリアクションから、あのちょっとだけ知識が増しただけで、次のバース俺ら解説してみる。あ、そうだ、ぜひとも一回ちょっと、やっぱまあ解説チャンネルなんで、そうっすよ、おー、いいっすね、成り上がったんで、いいっすね。いや、私解説しますこれ。おお、先行もう。いや緊張する。これはあのレイさんはよりバースをレゲエ寄りに持ってきてますね、うんうんうん、ここでこのワンチャップを入れたことでよりレゲエの良さを増したところにレゲエのバースもぶち込むことで、うんうん、ラガとラガの対決を強調します。おお、はい、私ポキあります。あ、あなたポキ。私ポキ500万ポキ。あ、本当。やばすぎる。500万ポキ。これあなたのレベルもなかなかだがで始まってたじゃないですか、うんうん、でそれ多分それで最初一回ワントラックで止めたじゃないですか。最初に先行で出してたレベルに対してあの結構追いつかれてるなって感じたから一、うんうん、回これで止めてで結構強めにしてたじゃないですか、うんうんうん、だから一回ちょっと自分をもっとより強く先行させたかったからなんですよこれ。素晴らしい。これ俺もすごい似てて俺もレゲエをやってる。でも多分レゲエ一本としての協調性はやっぱ作りたかったのかな。はいはいはい、うん、ああ、解説チャンネルだ。いや、今、すごいいいポキが。いいポキ。500万ポキ。500万ポキ。500万ポキ。で、うちのそのチャンネルにも、ゆうたっていう相方がいるんですけど、はいはいはい、次は、その俺の今までの知識をゆうたがどれだけ喋れるかっていうので、あ、次はまるまる一本ゆうたに話させるんですけど、これだから、あの、ちょっと、そうそう、ゆうたはマゼンを見習って、やっぱポキのレベルをね、ここでもポキバトルが。やっぱ1000ポキ力を上げとかないと。1000ポキ力。1000ポキ力を。どんだけ高めて対決やけど今日は俺に軍配が上がるみたい。ラガとラガの対決まだだまだだ入り言葉だからだからだからだもんが雲の中で決めて決めてまいたぞ。これじゃないだろだってみんな飛んでないだろ。バスバスバス行けてやる仲間俺が俺なりあるためだから勝負 Tonight is my joke レイ君やばかったけどレイが勝つぜ。おお、ちゃんと解説する。あ、いいですか、ちょっと10秒ください。やっぱ常にビートの一個先を追うフローみたいなのを意識してて、そのすぐに次の言葉を入れれるフローで勝負しようかなって。あとはもうフィジカルで押し倒すしかね。でも確かに本質ついてた。めっちゃすごかったじゃないですか、レイさん。うん、うん。けど、場は踊ってるかっていう。そう、誰も踊ってないだろうみたいな。そう、負けたんすけどね。いや、負けたんすか。負けた。いや、負けたんす。そっか。いや、初見だからあれか。そうっすか。レイ君でよかったなっていう。これはもう、歌す。確かに。マジで音源これ俺なんかあれレコーディングしてるなと思って。バトルレコーディング、うん、結構レコーディングスタジオ広いんですね。ああ、まあ結構あのビジョンよく視界良好でらっしゃいますね。視界良好ですねこれ。一回いやなんか出てみたいけど。え、ぜひとも。いやいや。いけるかもな。ぜひともぜひとも。お前すげえなって思ったよね。出ない出ない。さすがに二人を聞きたいどうですか。おー、ぜひともなんか面白そうですね。ありっすね。そうですね、俺らポキ診断できるんで。ポキ診断ポキかどうかは分かるんです。一番ビートビートに合った観客の巻き込み方ですか。そうそうそう、それで盛り上げれるんで。俺全然大きくなくていいからバトルの大会ちょっと開いてみたいなって思って。そう、地元では開いたことあって、その時審査員でむしろ俺のイベントにコラボで。楽しそう。そう、ハブログ3人のやっぱポキが見れる。任せてください。おー、ぜひとも。わからない。うわ、言おうとしたんだ。俺が何って言ってるのかなとかも言おうと思ったけど、でもポキしてる方が楽しいなっていう。ハイプしながら、なんかポキしか話してないなって思いきや、いや実はポキなんです。ああ、
ありがたいポキありがたいポキありがたいポキポケモンみたいな結構マジでポキ使いやすくないですね。めっちゃ使いやすいそう表しやすい。やっぱ言葉を操る業界にいるからいろんな言葉に触れるけど今年一使いやすいんじゃないかマカチャンネルの方にもねバチボチボコバカ喋ってるから、ね、マカチャンネルの方でもねたくさん全カットされてる綺麗なカットされたみたいなんでじゃあマカハウスっていうチャンネル全カットされてる全然全然あの自分のチャンネルではねお二人プラス自分の相方がねフリースタイル挑戦したりとか、うん、あとはもうちょっと2人の情報も俺が裸にしちゃったんで、うん、2人のポキを見たい人はもうぜひともぜひ見て雑談動画なんですけど結構ポキったんでいや最高だったね最高面白かったわということで今日も見てくれてありがとうございました、うん、ありがとうございますありがとうございます完璧な動画が撮れた面白いですね。